NECOM、感情意思表現の説明をしていきます。4. Decided to become a vegetarian. 私はベジタリアンになると決めました。決めましたと、これ現在完了形ですね。これはなぜ大事かというとね、決めて。 今もその決めた状態にあるということを言う。だから名前が現在完了形なんです。今もその状態であるということが大事なんです。例えば、I have injured my leg。足を怪我したっていう時に、単なる過去形で、I injured my leg。と、もし言ったとしたら、私足怪我してんと。あ、そんなんどうどこまだ痛いのって聞かれたら、いやいや、2年前の話やねん。過去形で言ったっていうのは、 単なる過去の事実を言ってるだけですね。ところが、I've injured my leg って言ったら、ほら見てん、足怪我してん、ほら赤いやろう、腫れてるやろう、痛いねん。まあ痛いかどうかわかりませんけれども、その状態であるということを言っている。それが現在官僚系なんですね。で、現在官僚系ではね、まあこういう例文なのでなかなか親しみがないんですが、I've lost my love ま愛を失ったんですね、直訳は。だから失恋したでもいいです。って言ったら、 私は愛を失って今愛がない状態である。すなわちどういうことかというとですね、健在官僚家の素敵さ。自分がわざわざそんなことを言うのは、若干その人に興味がある。だからこそ聞いてほしいという時がありますよね。その時に I've lost my love. 私は恋をなくして愛をなくして今ない状態なんですって日本語でやったら説明せなきゃいけませんけれども英語でやったら現在完了形で I've lost my love と相手に言うた瞬間に相手は今誰も相手いないんやっていうのがわかるわけです大事ですよねそんなことがわかってくれるんですよ何にも説明せんでもそれだけ考えても現在完了形を覚える価値がありますよね